こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の冬の大定番コーデベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。僕のチャンネルでは基本的にはですね、大人の男性に向けてなるべくベーシックな着こなしを紹介したいなとは思っているんですが、 YouTube の中でご紹介するスタイルと僕個人がですね楽しんでるスタイルというのはですね結構違いがありまして、僕自身はですね結構トレンドに沿った着こなしも好きですし、あとはですねちょっと凝ったこともしたくなってしまうので、その要素がですね普段の YouTube の中にもたまに混ぜ込んでしまうことがあったりして、まあ、その点はですね僕自身も反省をしていまして、このチャンネルの中ではですねなるべく大人の男性が最初の一歩として楽しめるようなファッションの基本をですねどんどんお伝えしたいなと思ってるんですね。ですので今回は原点に立ち返って、なるべくベーシックで定番的で使いやすいコーディネートをですね皆さんに具体的に3つご紹介したいなと思ってます。今回ご紹介する3つの冬の着こなしさえ覚えておけば、あとはですねちょっとした調整で様々なコーディネートの幅がぐんと広がるかなと思うので、ぜひ皆さんですね参考にしていただければなというふうに思ってます。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですねなるべくわかりやすく解説しているんですが、もうちょっと中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてます。そちらのチャンネルでは結構ですねコアなアイテムですとかコーディネートに関しまして結構ですね週に4本ぐらいのペースでかなり濃密にお話ししてますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね具体的なコーディネートを皆さんにお見せしたいなというふうに思ってるんですが、一つ目のコーディネートはですねこちら、ネイビーのチェスターコートを軸にしたですね、まあ、ベーシックで超定番的な着こなしなんですが、まあ、こちらはですね先日のグリーンレーベルさんとのコラボレーション動画でも解説をさせていただきました。結構ですねジャストサイズのチェスターコートで色はネイビーですね、まあ、ほんのりですねチェックが入っているような使い勝手のいいコートなんですが、こちらを軸にしながら内側にはですね丸首のニットですね、まあ、これは定番的な着こなしかなと思います。チェスターコートの内側には丸首のニットか、もしくは今っぽく振るのであればモックネックのセーターですね。この2択がやっぱり使いやすいかなと思うんですが、色はですねちょっとこうベージュからブラウンぐらいのですね秋冬っぽい色味のものを選んでいます。これはですね今季の無印良品のもので、まあ、先日動画の中でも解説をさせていただいたんですが、この色味がですねすごく綺麗なので今回はこちらを採用しました。その内側にはですねちょっと見えづらいんですが白の丸首の T シャツを重ねてきています。まあ、ちょっとだけなんですけども襟元から見せてあげるとレイヤードが楽しめるので、まあ、これぐらいのちょっとした小技であればぜひ皆さんにも楽しんでいただければなというふうに思ってます。そしてボトムスなんですが、今度はですねダークグレーのですねボトムスですね、まあ、スラックス調のイージーパンツなんですけども、これもグリーンレベルのものを選んでいます。ネイビーのアウターに対してグレーのボトムスというのはですねすごく相性がいいんですね。この色合わせというのは典型的なビジネスカジュアルのジャケパンスタイルのですね王道なんですね。ですのでネイビーのジャケットとかアウターとグレーのパンツは相性がいいので、ぜひ皆さんも試していただければなというふうに思ってます。まあ、結構綺麗めなスタイルに振っているんですね。ボトムスのシルエット自体は結構細身で今っぽいですねゆったりめという形ではないんですが、まあ、こういったボトムスもすごく使いやすいのでぜひトライをしていただければなと思ってます。で、足元はですね白のレザースニーカーですね。これまたですね大定番ですね。まあ、僕はスーパースターを履いてますが、スタンスミスだとかあとはジャーマントレーナーとかでもいいかなと思うんですが、まあ、足元はですねちょっと明るさを取り入れてあげると爽やかな雰囲気が漂うのかなというふうに思ってます。まあ、このようなスタイルであれば30代の男性でも似合いますし、40代以降の男性でも似合うような超定番的なスタイルなので、ぜひ皆さんもですね参考にしていただければなと思ってます。まあ、コート自体は今回ネイビーを選んでますが、ベーシックな範疇であればブラックですとかあとはダークグレーとかを選んでもいいかなと思います。あとは内側のニットなんですが、今回はベージュを着ていますが、他にはですねホワイトを選んでみたりだとかライトグレーを選んでみたりだとか、まあ、そういった色合いなんかもですねすごく合うかなと思うので、ぜひ皆さんにもですねこの着こなしを一つの軸としながら様々なバリエーションを楽しんでいただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、今度もですねロング丈のコートを主役にした着こなしなんですが、先ほどのチェスターコートは
結構タイトめなシルエットが特徴的だったと思うんですが、今僕が着ているステンカラーコート、まあ、これはですね、ユニクロのシングルブレストコートなんですが、まあ、こちらはですね、チェスターコートに比べると最初から少しゆとりのあるようなシルエットになっているんですね。まあ、袖もラグランになっていまして、肩も落ちているような雰囲気が楽しめますし、身幅もゆったりとしているようなコートで、まあ、結構こちらもですね、ビジネスシーンなんかでも使えるようなコートなんですが、こういったものを使いながら、今度は内側ですね、先ほどは綺麗めなニットを合わせましたが、こちらはちょっとたっぷりめのシルエットなので、内側にあえてパーカーを取り入れてみました。パーカーもですね、少しゆとりのあるサイズ感なんですが、ステンカラーコートもゆとりがあるので、重ね着してあげてもですね、結構バランスがいいので、こういった綺麗めなコートとカジュアルなパーカーという着こなし、ぜひ皆さんにも取り入れていただければなというふうに思ってます。まあ、コート自体はですね、ヘリンボーン柄のグレーなんですよね。そしてパーカーはですね、これはもう2年ぐらい前に買ったエストネーションのオリジナルなんですが、色はダークグレーですね。まあ、両方ともグレー系で合わせています。で、その内側にはですね、モックネックのロンティーですね。これはユニクロ U の大定番のものなんですが、ホワイトのものを合わせています。まあ、基本的に使っている色はですね、ほとんどモノトーン系ですね。で、ボトムスはブラック系のイージーパンツですね。まあ、スラックス調に見えるものなので、足も綺麗に見えるものなんですが、これはユナイテッド東京のものなんですけども、ユニクロのスマートアンクルパンツだとか、あとはグローバルワークのですね、アーバンスラックス。このあたりで代用してもらうのもいいかなと思います。基本的にはですね、全身モノトーンで揃えていただけると、パーカーのようなカジュアルのものでも結構ですね、収まりがいいので、ぜひお試しいただければなというふうに思ってます。ちなみに足元はですね、ちょっとカジュアル感出したかったので、ニューバランスのスニーカー、こちらはグレーですね。992ってやつですかね、それを履いています。使ってる色自体はすごくシンプルで、グレーとブラックとホワイト3色のみというところで、少しカジュアルなパーカーを使ってあげてもですね、色数を絞ってあげれば意外と大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、このようなコーディネートもぜひ皆さんトライをしていただければなと思ってます。ちなみに今僕はパーカーを内側に着てますが、こちらを先ほど着てたようなニットに変えてあげても全く問題はありません。ベージュのニットだとかホワイトのニットなんかで合わせてもらってもいいかなと思うので、内側をちょっと変えてみるのもいいかなと思いますし、あとはボトムスですね、思い切ってデニムぐらいのカジュアルなものに振ってあげてもですね、意外とバランスがいいかなと思うので、この着こなしを軸にしながら様々な着こなしを楽しんでいただければなというふうに思ってます。はい、続いてラスト3点目のベーシックなコーディネートなんですが、今度は主役にダウンを使ってみました。まあ、このようなですね、シンプルなブラックのダウンというのは、大人の男性にとってはですね、マストなアイテムかなと思ってます。僕が今着てるのは、今季のグリーンレーベルのダウンなんですが、まあ以前にもご紹介した通り、ちょっと着丈が長くなっているのがポイントで、こういったお尻がすっぽり隠れるぐらいのダウンというのは、特に大人の男性には似合いやすいかなと思ってます。まあ結構丈の短めのダウンというのが一般的かなと思うんですが、まあダウンというもの自体が横に広がるものなので、縦に少し長さがあった方がスタイルがよく見えるので、このようなものを持っておくとすごく便利なのかなというふうに思ってます。で、素材感もですね、あまり光沢感がないものの方が大人っぽく上品にまとまりやすいので、まあすでにダウンを持っている方でも5年ぐらい前のものだと結構光沢感の強いものも少なくないので、まあ、この機会に買い替えてみるのはいいのかなというふうに思ってます。で、その内側なんですが、これも定番ですね。まずはですね、丸首のニットですね。これを重ねてもらうんですが、まあ今はですね、ローゲージのユニクロのニットですね。色はダークグリーンを選んでいるんですが、まあこういったものでちょっと差し色的に使ってあげると、着こなしの中にですね、良いバランスになるかなと思いますし、まだ定番の範疇として使い勝手がいいかなと思ってます。そしてさらにその内側には、襟がすっきりめのスタンドカラーシャツですね。これもユニクロのものなんですが、そういったものを重ねてもらうと、少し暖かさも感じられますし、あとはですね、丈の長さを変えてあげるということで、少しですね、レイヤーも楽しんでいただけるかなと思ってます。これはですね、着こなし方としては少しだけ難易度は高いんですが、そこまで難しいものではないので、ぜひ皆さんもですね、スタンドカラーシャツと丸首のニットという組み合わせ、これはですね、ぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思ってます。
で、ボトムスなんですけども、上がブラックなので、下もブラックだとちょっと重たいかなと思ったので、先ほどと同じです。グリーンレーベルのダークグレーのですね、ボトムスを合わせています。ブラックとグレーというのもモノトーンの組み合わせなので、すごく相性がいいので、秋冬はですね、結構このグレー系のボトムスがすごく使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんも1本は持っておいていただければなと思ってます。ちなみに足元もですね、手抜きで申し訳ないんですが、一番最初の白系のレザースニーカーですね。まあ、こんな形で白いシャツとこういった白のレザースニーカーで少し色をリンクさせてあげるとまとまりがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、ダウンを使った着こなしというのはかなりカジュアルに見えるので、その他のアイテムは少し綺麗めに振った方がかえってバランスがいいかなと思ってまして、例えばこういったニットの上品な雰囲気だとか、あとはシャツですね。これもまた綺麗めなアイテムなので、すごくバランスがいいかなと思いますし、ボトムス自体もですね、デニムとかで合わせるよりは個人的にはスラックス調に見えるようなイージーパンツ、こういったものが相性がいいかなと思うので、ぜひですね、カジュアルになりすぎないようなダウンスタイルというところを皆さんにもお楽しみいただければなというふうに思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では、大人の男性向けに冬の超定番的なコーディネートを皆さんに3つご紹介させていただきました。まあ、どのスタイルに関しても結構ベーシックで使いやすいので、まあ、多くの男性にとっては初級編としてはすごく使いやすいようなコーディネートかなと思ってます。まあ、このコーディネートを参考にしながらですね、内側に着てるものを変えてみたりだとか、スニーカーを変えてみたりだとか、ボトムスをちょっと変えてみたりだとか、少し皆さんなりのですね、工夫をしていただければ、かなり様々なスタイルを作りやすいかなと思うので、ぜひですね、参考にしていただければなというふうに思ってます。まあ、僕自身今回ですね、久々にこういった定番的なコーディネートをしてみまして、やはり定番には定番の良さというものがあるなという形で、改めて実感をしました。凝った着こなしもですね、自分自身は楽しいですし、いろんなファッションが好きな方には受けるかなと思うんですが、やはりですね、第三者から見て印象がいい着こなしというのは、意外と今回のような超定番的なコーディネートだったりするので、ぜひ皆さんもですね、今回の着こなし、改めて楽しんでいただければなというふうに思ってます。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。